マーシャルアウト世界ライトヘビー級タイトルマッチ、これから2回戦を迎えます。櫻井さん、はい、第1ラウンドはですね、チャンピオンのダン・ウィルソンの方が、はい、これはいい攻めを見せましたね。そうですね、はい、まあ非常にね、この有利なペースになってきちゃって、はい、DJ ですね、まだそのね、はい、タイの方の調子が出てこないうちにですね、それまたダンの方がね、はい、試合にね、慣れてますね、はい、やはりここの方はね、空手の、武道家ですからね、はい、パキスタンの坂東空手ですからね、はい、チャレンジャーのアシュラフタイは坂東空手の選手であります。上流のダンのね、動きいいですね、はい、チャンピオンダン・ウィルソン回り込みました。相手をよく見ていますね、はいはい、後ろ回し切りを出しましたがダンは取りません。レフリー鈴木正道です。チャンピオンが断然有利な試合展開を行っています。第2ラウンドが始まったばかり、チャンピオンを積極的に攻めていきます。赤い空手道着をつけておりますチャンピオンダン・ウィルソン、アメリカの選手ですがマーシャル扱いで唯一の日系人チャンピオンです。お母さんは群馬県出身の星野俊さんという人であります。自分は日本人であるということを試合前語っておりました。チャンピオンのダン・ウィルソン26歳の選手です。一方黒の空手着をつけましたチャレンジャーアシュラフ・タイはパキスタンのカラチで生まれ育ちました27歳の選手。さあチャンピオンが先に攻めました。右に当たりました。あ、いいですね。さあここでレフリー鈴木正道が間に入りました。ダウンを取ります。チャンピオンが断然有利であります。コーナーに下がっております。チャレンジャーチャンピオンへ余裕の表情です。チャレンジャーのアシュラフタイパキスタンの選手どうでしょう。ちょっとアシュラフタイの方がね、こっちも動きがね、はい、単調ですしね、これではもう、いい目標になりますよね、はいはい、アシュラフタイはですね顔面に決まりました。右のフックが決まりました。カウントが入ります。これが3回目のダウンです。これは相当にこう効いてますね、はいはい、第2ラウンドにして早くも3回目のダウンであります。チャレンジャーアシュラフタイダン・ウィルソンの2度目のチャンピオン防衛になりますか。チャンピオンが挑発しています。ポイポイという表情であります。いやこれは一方的な試合でしたね。チャンピオンの勝ちが宣告されました。チャンピオン2度目の成功防衛に成功いたしました。チャンピオンダン・ウィルソンです。両者が今抱き合っています。お互いの健闘を抱き合っています。2ラウンド1分55秒ご覧いただきましょう。チャンピオン左がまず当たりました。チャレンジャーを右を出しましたが左のジャブが当たりまして、それからこれですね、はい、右が効きました。チャンピオンダン・ウィルソン、はい、いいフックが決まりました。